どうもお疲れ様です。舞姫大学の特別講義でございます。今回のテーマはサブチャンネルでもすぐ稼ぐというねことでお話ししようと思います。ね、このやり取りをさせていただいているのが新潟にお住まいになっている舞姫大学の奈美さんなんですけども、奈美さんとはね10年以上のお付き合いをさせていただいて、一緒にこのネットビジネスっていう業界をしっかり見てきた同志でもあるんですね。でその他に、東京にはね小野沢さんって方もいらっしゃったりとか、鹿児島には吉谷さんって方がいらっしゃったり、まあこのようにねなんかこう西日本のこうダイヤモンドができてるんじゃないかなと感じるところありますけども、今日はねそういうことをお話したいわけではなくて、この4人の共通点なんですよ。それは YouTube を継続してやってるってことなんですよね。まあ、その中で私めはですね、昨日まで YouTube のチャンネル制限を食らってまして、メインチャンネルがちょっと使えなかったんですよ。でサブチャンネルの方に急遽移しましてね、今回サブチャンネル使うのがね初めてだったんですけども、前回まで使っていたサブチャンネルはねもう政治系チャンネルということで完全独立したんで、もうこの隠居 TV のサブチャンネルとしては使えなくなっちゃったんですね。でそのサブチャンネルなんですけども、今日からね謹慎が明けてサブチャンネルを残したままこのメインチャンネルに移ってくるってことになりますけども、じゃあサブチャンネルでねどんなことをしてきたのかってことなんですが、一応ねお金は稼いできました。1週間の中ではっきり分かるのが、第一生命ネオバンクっていうアプリをそのチャンネル登録の少ないね50人ぐらいしかいないサブチャンネルで紹介し続けてきて、昨日の時点で2万5000円ぐらいですか稼げたなっていうところです。はい、ですんでね、チャンネル登録が100名以下でもちゃんと稼げる手法っていうのはあるわけなんですよ。ポンと湧いて出た第一生命ネオバンクのアプリ、これねアプリを自分のスマホに入れて、で紹介コードをね入れるだけで、紹介コードは動画概要欄に貼っときますけども、その紹介コードを入れて免許証とともにプロフィールを作ると、だいたい手続きは3分ぐらいで終わるんですけども、アプリの中にね銀行アプリができるんですよ。でそのアプリの中にも1500円あなたの入ってますからね。つまりこの第一生命ネオバンクっていうアプリはみんなの銀行と同じように紹介で作るアプリなんですよ。で紹介で作った瞬間に1500円入っていて、今度は自分の紹介コードができていますので、同じように誰かにねこの第一生命ネオバンクってアプリを紹介して、その方がアプリをダウンロードしたらお互いに今度ね1500円入ってるっていう仕組みなんですよ。で最高で7万5000円まで1人当たり稼げるということで、締め切りが2月の末なんで、もうあと1ヶ月しかないよってことなんですよね。まあでもサブチャンネルではっきりと稼いだ金額として代表格なのがこれかなと思いますね。どんな状況でもチャンネル登録者が少なくてもなんとかなるんだなっていうところが今回の動画の趣旨になっております。はい、まあ、参考になりましたらね、ぜひこの第一生命ネオバンクチャンネル登録が100名以下の方にぜひ挑戦していただきたい案件でございます。それではやってみてください。では。